はい、それでは1月22日の3問に入ります。建物に留置権を有する者は、当該建物の火災によって生じた保険金から優先的に弁済を受けられる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは誤りですね。留置権っていうのは物上代償を有しません。そのため保険金から優先的に弁済を受けることはできないということなんですね。留置権っていうのは目的物を留置することにより、目的物っていうのは今回の問題で言ったら建物ですね。これを留置することによって弁済を促す権利だからなんですね。この問題っていうのは基本的な問題なので覚えておけば解けます。ただ、そんな勉強では本試験では対応できません。留置権についてはあまりテストにも出ないので、そもそもどんな権利なのか、何がポイントなのか、他の分野とどのようなつながりがあるのか、これらを理解していない方が非常に多いです。そのような状況では合格はできないです。必ず理解しておきましょう。権利関係は捨てるっていう方いますけれども、それは非常に危険です。捨ててしまうと権利関係で4点ぐらいしか取れなくなっちゃうんですね。これでは他の分野で 85% 以上点数取らないといけない計算になっちゃうんですよ。これだと正直難しいですよね。それであれば権利関係で最低7点、これを取れるようにした方が合格しやすいです。権利関係をすべて捨てるというのではなくて、半分取れるくらいの実力をつけるようにしましょう。そのためには過去問レベルはしっかり理解しておくようにすることが重要です。捨てるのではなくて最低限の実力はつけておくっていうことですね。で、問い2に入る前にまだチャンネル登録していない方は、この動画の下のチャンネル登録のボタンクリックしていただいて、チャンネル登録していただければと思います。では問題に入ります。クーリングオフによる申し込みの撤回または契約の解除は、売り主である宅地建物取引業者が契約の履行に着手した後においては、もはやすることはできない、丸か×かという問題ですね。答えは×です。で、クーリングオフと手付解除って別物なんですね。で、今回の問題文の相手方が履行に着手した後は解除できないっていうのは、買い主の手付放棄、もしくは売り主の手付倍返しによる手付解除の話なんですね。で、この手付解除の話ではないんですよ、今回の問題は。クーリングオフによる解除ができるかどうかって話をしていて、手付解除ができるかどうかは聞いてないんですよね。もちろん今回の問題文で言うと、相手方、売り主ですね。今回売り主が履行に着手した後なので、買い主は手付解除はできません。手付を放棄して解除するってことはできないんですけども、クーリングオフによる解除っていうものは一定要件満たしたら解除できるんですね。つまり、クーリングオフによる解除と手付解除は別物なんですよ。したがって、今回の問題文で言うと、たとえ手付解除ができない場合であったとしても、クーリングオフによる解除はできますよっていうことです。で、問い3です。市町村長は地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、地区計画に適合しない行為の届け出があった場合には、届け出をした者に対して、届け出にかかる行為に関し、設計の変更、その他の必要な措置を取ることを勧告することができる、丸か×かという問題です。答えは、正しいですね。地区整備計画が定められている地区計画の区域内で、土地の区画形質の変更や建物の建築などを行う場合、着手する日の30日前までに市町村長に届け出が必要ですよね。そして、届け出内容が地区計画に適合しないときは、市町村長は変更だったりとか、その他必要な措置を取るよう勧告することができます。よって正しいということですね。前半部分は、これまで勉強した内容で、後半部分については、少し考えてみたら当然だなって思いますよね。届け出内容が計画に適合しないわけなので、適合するようにしてくださいって勧告すると、いうことですね。それほど難しい内容ではないと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レドスの小野でした。